ママスマインライト今回のテーマは4つの法問題です4つの法問題とは4という数字を4回だけ使って任意の数を作りなさいというものです4だけで任意の数を作ることは可能なのでしょうか今左の1から5までの数字の右に4つの4が並んでいますそして右の四角の囲みの中には プラスマイナスかける割るの四則演算とカッコの5つがあります。4つの4の間に四則演算とカッコを入れて1から5までの数字を作ってみましょう。例えば、1は4割る4、足す4、引く4で作ることができます。2は4割る4で1、そして もう一つ4割る4で1なので2つを足せば作ることができます。同様にして他の3項の数字も作ることができます。6から10までも同じように作ってみましょう。6は4足す4で8となり、それを4で割って2を作りたいのですが、ッコをつけないと優先順位が変わってしまいます。 最後に4を足して6となります。他も同様にして簡単に作れますが、10はなかなか難しいと思います。どうですかこのように4という数字を4回だけ使って任意の数を作る問題を4つの法問題と言います。先ほどは指則演算とカッコを使って任意の数を作っていましたが、 10はなかなか難しかったです。そこで使えるツールを2種類だけではなく、次に挙げるものまで拡張してみましょう。この中でルートを取ったり、べき乗したり、4を複数個並べる方法は大きな数を作るときにはとても使い勝手の良いツールとなります。例えば次に挙げる数を4つの4で作ってみましょう。10は先ほどは苦労しましたが、今度はどうでしょうか。10は、 会場を使うとすぐにできます。また44というように桁を増やすこともできます。そしてこのように答えは一つとは限りません。4はルートをかけると外れるので、ルートというツールは4や9にはとても便利なツールとなっています。5は奇数を出すために分数を用いています。 6にもいろいろな方法があります。では素数でやってみましょう。7は4で割ることにより、奇数を生み出す手法を使っています。他の3つも同様の方法で奇数を生み出しています。19は人しか思い浮かばなかったので、ぜひ違う方法も教えてください。このパズルは1881年に、 イギリスの科学雑誌ノレッジに発表されたもので、この問題の回答として1から1000までの回答例が示されました。しかし、次に挙げる数字の回答例は示されませんでした。ぜひ挑戦してみましょう。どこまで使用できる記号を増やすかで解けるものとそうでないものが出てきそうです。さらに三角関数や対数関数なども使えるようにするとバリエーションはさらに増えます。 使えるツールが増えるとその分答えの方法もいろいろと出てきます。それでは次の3つの数字に挑戦してみましょう。71の回答例では三角関数を用いることで1を作り出しています。79も同様です。100ではこれまでの様々なツールを組み合わせて回答もバリエーションに富んでいます。 では、ルールを書いて4つのキーを使ったらどうなるのでしょうか。例として6個の数字の回答を示しておきます。4と同様、ルートを取ることで3が出てくるので、ルートも使いやすいツールとなっています。この他にもルールを書いてオリジナルの問題を作ってみましょう。この講座で扱った内容は次の書籍に載っています。 アマゾンで購入することができるので、ぜひご購入よろしくお願いします。次回のテーマは三角形の内心の描く奇跡です。円に内接する三角形があって、頂点の一つが円周上を動くとします。この時三角形の内心はどのような奇跡を描くのでしょうかそれでは次回またお会いしましょう。